はい、どうも、こんばんは。今日はですね、2019年2月の3日、朝の4時です。よろしくお願いします。コラボとつまちの狐枠、ふわっちオンリーです。よろしくお願いします。辰彦、連絡来たよ。辰彦とちょっと話したいけどね。生きてはいる。生きてはいるけど、腐ってるね。正直言うと。一回ちょっと、活入れたいかな。ヤンキー大嫌いだね。ヤンキー嫌い。憧れたこと一回もないわ。ヤンキー大嫌いですね。かっこ悪い。出番とは思わないけど、なんか違うんじゃねえかなっていうのは感じてるかな。なんか、ちょっと違くね？辰彦みたいな。そういう感じ。なんか、その、辰彦に頑張ってほしいかな。関慎吾が YouTuber のヒカルの髪型を真似して親についてめっちゃ怒られてた。まあ、いいんじゃん、好きな髪型して。髪型ぐらいでね、眉毛は染めないね。ヒゲと眉毛は染めなかった。なんか髪型がどうこうとかって、なんかすげえ、バカだよね。なんか髪が黒かったら優秀だと思い込んでる人が多すぎるっつうか、すげえバカだ。すげえバカだなと思う。これ、なんだっけ、リサイクルショップだね。自分で脱色したね。リサイクルショップでいくらだ、ね、6000円だかな、5000円だかで買った。多分、なんだっけ、整体師の骨格標本だから、なんか潰れた整体院から買い取ったやつだから、多分10万、20万する本物だよって言ってた。眉毛は抜かないかな。これはだから、指までしっかりあるからね、これ、足先まで。全身骨格標本だから。キャスは今回してないね。キャスは今回してない。アカウントは持ってるよ。ただ、ふわっちのみだね。金髪にしたね。餃子とライスを飲んじゃん、元気。後ろに寝てるよ。元気だよ。
ャマギフは相手の名前はリスナーさんに分かりますか？アマギフは相手の名前はリスナーさんに分かりますか？ごめん、主語が分かんけど、相手の名前って誰？どういうこと？私ねか行くよ。アマギフは相手の名前はリスナーさんに分かりますか？質問が分かんない。ごめん。まあ金梅さんとかね、よっさんとかじゃないのかな、勝つのはリスワンは載せてる人、例えば配信者の本名、どういうこと？俺が配信者から天城法をもらうってこと？何を言ってんのか全然わかんないけど、ごめん、日本語はちゃんと書こう。載せてる人、例えば配信者の本名ってどういうこと？ごめん、ちゃんと書いて。全然伝わってないよ。多分リスナーさん、これ読んで理解できる人いないと思うよ。何が聞きたいのかわかんない。配信者が天城府載せてる。天城府載せてる？名前はうん、全然わかんないわ。配信者が天城府載せてる名前はリスナーさんにわかりますか？ごめん、ごめん。何が聞きたいの？もう全然伝わらない。全然わかんない。音質悪い？何言ってるか全然わかんないよ、三号さん。どういうこと？いや、俺も全然わかんない。何言ってんのか。信者？知らない。いないんじゃないの？わかりにくい。いや、わかんない。何言ってるか。これ読んでわかる人いるの？いきなり、天城府は相手の名前はリスナーさんにわかりますかって、わかんないでしょ。配信者に天城府を郵送する際、はいはい、ここまでわかる。こちらの名前は相手にバレますか？違う。そういう意味で言ってないの。なんでかっていうと、この人は俺に天城府を、ちょっと待って。あなたは俺に天城府を送ってて、本名分かってるの何回も知ってるわけじゃん。匿名で送ったら俺分かんないよって。でも、あなた俺に天城府何回も送って俺に本名分かってるわけじゃん。で、なんで分かってることを聞いてんの？で、いや、違うと思うよ、この人が聞いてんの。配信者が天城府載せてる名前はリスナーさんに分かるかだよ。俺は分かるよ。13号さん違うよ。リスナーさんに分かりますかって言ってんだよ。いや、任意だよ。いや、それ全然ずれてるじゃん。あ、言ってる意味分かった。分かった。任意が天城府を乗せて、任意が配信者だから、私の本名バレたくないってことを言いたいの？それでしょ。やっと意味が分かった。ニンニが自分目線で、自分の、Amazon 欲しいものリストを公開して、ニンニの本名がバレるかってことだ。やっと分かった。そういうことでしょ、ニンニ。それでしょ？要は、ニンニの本名がリスナーさんにバレたくないってことでしょ。こっちが合ってんじゃん。だから13号さん間違ってんだよ、解釈。だから、ニンニも間違えてん。ニンニは13号さんの言ったことを理解してない。ニンニが正解かどうか言わないと答え出ないよ、これ。いや、俺が言ってる方で多分正しい。やっとわかった。
え、3号はどこ行ったの？ごめんなさいじゃなくて、俺が今言ったことが正しいかどうかを答えないといけないんだ。謝るタイミングじゃないんだって。ニンニン、待って待って待って、ニンニン。それで合ってるの？俺が正しいのね。要は、ニンニが本名バレたくないってことね。バレます。結論から言うとバレます。なんでかっていうと、ニンニは住所登録してるときに本名書いてるはずだから、欲しいモーリスを。バレる。いや、もうすぐわかるよ。だってハート投げんのニンニだって、もううちのリスナーだったら知ってる。バレても大丈夫だ。なんかバレたくなかったら配信者になるべきじゃない。説明が下手な人って主観なのか客観なのか文章がずれるんだよね。主観なら主観の文章を統一する人は伝わるんだけど、客観なら客観で伝わるか。客観と主観が入り混じるんだよね。いや、やっと理解できた。要はあなただったのにリスナーって第三者目線が入ったじゃん。で、俺からすると俺の質問だと思うじゃん。つまり、和道と配信者とリスナーって三者の目線が入れ替わっちゃってるから何言ってるか分かんなかった。配信者って俺に言うときって普通は、俺にとっての話なんだけど、リスナーさんにバレますかっていうことで、要は配信者っていうのは任意のことだった。だからやっと整合性が取れた、俺の頭の中で。任意が説明下手。カメラスクール？いや、全然カメラのこと聞いてくれたらシェアしますよ。知りたいことあれば。僕が知ってることでよかったら。配信者に自分の名前バレるのは全然大丈夫って意味分かってないじゃん。リスナーにバレるよって俺言ったんだよ。だからニンニ勝手に解釈してるけど、ニンニは多分バレたくないんでしょ？自分のリスナーさんに自分の本名バレるよって俺答えたんだよ。言ってる意味分かる？会話にならねえな。ほんと面白いな、ニンニ。超がつくほど天然だから。ニンニだから多分あなたの不安は、まあいいや。わかんない。発達障害なのか知的障害なのか天然なのかわからんけど。バレてもいい人にしか天ギフを送ってない。リスナーにバレると放送に本名を書き込みされるからね。いや、俺逆のこと、全く逆のこと言われてるね。和道さんが話したい層に向かって話してるけど、和道さんの話を理解してる層は和道さんにアイテム投げませんよって。だから和道さんは苦しんでるんですよって言われた。
だから、もっと低 IQ のコンテンツをやった方が花火は上がるんじゃないかっていうのが、プロの意見。満場一致。理解はしてるみたいだね。そう。しかも、18号さんが的確で、俺に質問するよりも、Amazon のカスタマーセンターに質問した方がいい案件なんだよね、これ。まあいいじゃん。俺に聞きたいんだよ。いいな。俺はね、別に、障害持ってようが、頭悪かろうが、天然だろうが、そこじゃないんだよね。心が優しいかどうかだから。別にバカでもいいし、低 IQ でも知的障害者の偏見はない。心が綺麗だったらそれでいい。まあ、電通がよく教育するよね。偏差値40。いや、小学生とか、年寄りでもわかるように喋ろうって。アイテムもらってるコメントの以上絶対返さないといけないからね。Amazon のカスタマーオペレーターさん、外人の人しか何回かけてももういないから理解されない。多分ね、外人だから理解されないんじゃなくて、ニンニが喋るの下手だから理解されないんだと思う。多分。おはよう。まあ日本語は難しいからね。主語なくても成立する言語だからね。いや、脳の神経回路が独特なんでしょう、多分。まあ、身も蓋もない言い方をすればそうなるけど。でもまあ、言語性 IQ が高いから天才だっていうのは限らないからね。この前ね、映像作家さんと、映像作家さんがすごい面白い話をしてて、言語そのものがバカのためのツールだってその人は言ってて、なんか喋りがうまい、いくらうまかろうが言語を使ってる時点ですごいバカだっていうことをその人は言ってて、面白かったね。そもそも頭を使、あの、言葉を使わないとコミュニケーションを取れない時点でバカっていう。それはね、面白かった。勉強になったね。窓が昔仲良くしてた
おばちゃんが、僕のおばちゃん、知り合、仲良くしてたおばちゃんね、が、自殺をしようとした女性を止めて慰めてた、あの独特な笑い方でワドは笑いながらそれを見ていた。なんで童貞っていう言葉をしょっちゅう言うの？そんなに言うかな？そんなに言うかな？なんで、なんかコンプレックスに引っかかんの？2号さん。2号さん童貞なの？おいっすー。童貞は童貞じゃない？夏彦を本気で心配していったのかしら。まあ俺がいくら本気か本気じゃないか言ったところでね、解釈の問題だから、本気じゃないとか心配してないっていう人もいるし、心配してくれてありがとうっていう人もいるし、俺は別に何だろう、自己弁護をするつもりはないよ。俺は本当に行ったんだとかじゃなくて、別に行きたいから夏彦に話があるから行っただけで。さっき話してた心の綺麗な人ってどう分かるの？思いやりだね。相手のことをよく思ってるか悪く思ってるかすぐ分かるよ。童貞です。おまけ、無所、ボケです。そうそうそう。いや、事実は存在するよ。ただ事実っていうのは本人の中で体験したものにしか存在しないから。そうそう。だから、なんだろう、俺がどう感じたのかは俺しかわかんないよ。辰彦生きてる。だから少なくとも俺は思い当たるところがあって言ったけどね。まあ、分かる人には分かるからそれでいいかなっていう。別に全部を話す必要ないし、ありがとう。いや、誰だってね、減らるときは減らるけど、でもまあ、その、ちょっと、なんだろう、ちょっと違うんじゃねえかっていう部分があって、俺は辰彦に対して。違うんじゃねえかっていう部分と、頑張ってほしいっていう2つあるかな。まあ、本人に直接話すよ。今度東京に用事で来るから、いきなり家来ていいですか？いや、ダメですけど。僕は要件ないっすね。来ないでください。酒はダメだよ。酒はもうエビデンス取れてて、飲んだら寿命縮まるだけだからね。
あんな脳みそぶっ壊してるだけなんだから。酒を飲めば飲むほど身を縮まるからね。もう結果出てるし。全く飲まない人の方が、体に、少しでも飲んだら寿命が少しずつ減っていくっていう。体にいいわけないでしょ。いや、俺は別に会いたくないですね。知らない人と会う時間なんかないんで。深酒は打つ誘発するよね。でもまあ酒なんか飲んでいいことなんか一つもないと思ってるけど。いや、毎日5キロ走ってるかな。トレーニングしてる。炭水化物は抜いてないかな。最近少し糖分も取るようになったね。あんまり飲まないかな。場と人を見るかな、俺は。要は、嫌いな人とは酒絶対飲まない。酒飲むのは本当に心を許した人だけしか飲まないね。いい酒っていうか、気持ちを許したり心を許してる人としか酒は飲まないね。働いた方が楽だろうね。最初にこだわりないですね、あんまり。
石川紀之さんが知的だと思ったことはあんまりないかもしれないな。トークスキルは高いと思うけど、喋りはうまいと思うけど、中身は空っぽだと思うけど。紀之さんから知的な印象を受けたことは一回もないかな。うん、中学校の友達は二人リスナーになって花火投げてくれてるから暇つぶし。ガムだね。スイートール。チャーシューうまかったね。やばかった。トロットロ。最高だったよ。
あれね、絶対作った方がいいと思う。時間めちゃくちゃかかるけど、めちゃくちゃうまかった。絶対、自家製チャーシューは一回は作った方がいいと思うよ。何時間かかった？肉叩いて塩コショウやってから30分寝かせて焼いて、でそこから1時間以上煮てアク抜いて、でそあ2時間じゃない、1時間か、5時間ぐらいかかんない、5時間ぐらいだと思う。ありがとう。あと30個ありがとう。おやすみ。ありがとうね。ありがとうございます。火星。生活厳しいかな。みやび。まあね。一日日当1万ぐらいが目標。どう見えるかは知らないかな。あんまり意識してない。ロードワーク。そうだね。ああ、わかる。
リスナーとオフ会であんま会いたくないんだよね。担げるときは担げるし、担げないときは担げない。花火20発だね。思わない。そうかな。ああ、わかる。花火20発大変だよね。俺が好きだった絵本の名前だね。さよなら。わかんない、知らない。セフィーじゃないの。申請今日来てないね、一件も。
てないね。ありがとうございます。感謝です。ありがとう。ありがとう。ありがとう。犯人は分かってんだよ。一人しかいない。いや、もう犯人はこっちは分かってんの。ありがとう。誰かは言わないけど、いや、そういうことするやつは帰ってくるから。そういうことするやつは帰ってくるよ。人に嫌がらせをするやつは絶対帰ってくるから。人にいいことばらまいてる人はいいことが帰ってくるけど、悪いことばらまいてる人は悪いことが帰ってくる。因果応報だから。いや、のりこの家に行ったことあるリスナー一人しかいない。これでわかるでしょ。
ありがとう。サンキュー。ありがとう。洋服は T シャツがあるけど今在庫切れてるね。ここに飾ってあるね。あれだね。あれは25,000円。25,000円。高いよ。ありがとう。
放送切れちゃったな。2019年の2月の3日、朝の5時です。よろしくお願いします。寝るか。バーガーありがとう。じゃあ電波切り替えたら痛いて腹筋って放送切れた。ブロックされたのかと思った。じゃあブツって切れちゃった。まあ大手が儲かるだけだけど、ばらまいていいんじゃないかな。俺は賛成派だけどな。ふわっち頑張ってるなと思ったけど。うん、寝る。なんで？トツかかってこないしさ。俺は賛成派かな、あの企画は。ふわっち頑張ってんなみたいな。好感持てるかな。反対派なんだ。なんで？全然ありでしょ。ああ、俺には入らないね。確かにね。ありがとう。優しいな。ありがとう。ありがとう。お金は叱るべき人のところに行くからね。ありがとう。300人でストップだね。300人で終わっちゃったね。俺の T シャツ？俺に DM か LINE 送んないと買えないよ。
ありがとう。頑張ります。大根大好きだよ俺。大根大好き。美味しいよね。俺は人、なんだろうな。人間好きだけど人間嫌いかな。面白い人は好き、優しい人は好きだよ。でもなんか大衆とかなんか面白くない人はあんま好きじゃない。面白い人が好き。キラキラしてる人が好き。配信者はあんまり憧れの対象ではないな。ごめんね。配信者はね、派閥めちゃめちゃあるよ。すげえ縦社会だよ。配信会は。俺はどこにも属してないけど、すげえ縦社会だね。配信者の完成形は佐野だからね。みんな佐野を追いかけてる。佐野に始まり佐野に終わる。配信界の神だからね。完成形は佐野だから。昨日ドルさんの枠久々に見て米走ってると思ったら連投荒らして笑った。しかもぶち切れてた。ちょっと面白いなそれな。ドルさんのところはねラジオみたいなもんだから聞く人が多いんでしょ。弱いやつはつるむんだよ。あ、そうなんだ。
何が面白いの？花火20発の何が面白いの？俺らの世界では佐野は神なんだよ。みんな佐野を追いかけてんだよ、全力で。佐野が作った道を追いかけてる。佐野は最前線を駆け抜けてるからなかなか追いつかない。佐野の全盛期はすごかったよ、本当に。佐野の全盛期はやばかったよ、本当に。まあ、すごかったね、もう。すごかったね。ニコ生の頃の佐野は、何言ってるか全然わかんなかったね。ああ、青森によ、核弾頭あんだよ。ああ、当たり前だろ、お前バカかよ。日本政府はよ、隠してんだよ。ああ、青森の原発見てみろよ。あれ核弾頭だから。すげえと思って。っていう配信をずっとやってたよ。青森に核弾頭があるってずっと言ってたね。ついていけないでしょ。 FBI も全部知ってっからっつって。で、俺がちゃんまんに、え、もしかしてちゃんまんモサドとか FBI とつながってるんでしょっつったら、バカ言えるわけねえだろこんなところでっつって喜んでた。お前、俺がリスナー何人いると思ってんだよ。言えるわけねえだろ、つって。やばいよ。テンプレートがね、毎日あったからね。みんな最初よいしょすんの。すげえ、ちゃんまんやっぱすげえ。俺らのちゃんまんって言って、2時間後にはみんなでフルボッコにするっていう、ね。嘘をめくっていくの。序盤はみんな盛り上げる。ちゃんまいいよっつって、やっぱすげえわーって言って、乗せて乗せて乗せて、後半叩き落としていく。電話とかかけて。それがすげえ面白い。いや、すっげえ面白い。もうリスナーがね、最初はね、よいしょすんの。やっぱそうっすよね佐野さんとか、いや、もっと教えてくださいよってやって、泳がせて喋らせまくって、ふかしまくった後ふかしをめくっていくっていう構成なの。それがもうリスナーが空気読みまくってて面白かった。みんなが同じことするからね、空気読んで。今のリスナーは下手下手下手ね。今はね、自分が詰めたみたいな、俺がちゃんまんをやっつけたみたいな、そうじゃないんだよ。だ、駆け引きができなくなってるね。せっかちっていうか、なんか童貞っぽいよね。急ぐなよって思うね。なんか叩きゃいいってもんじゃねえだろうって。永井先生は別格だね。佐野はレジェンドだけど、永井先生は別格。永井先生は大手配信者がレジェンドって呼んでるから。要は今レジェンドだって言われてる人がレジェンドって呼んでるからね。永井先生はすごいよ。まあ今で言うこれこれみたいなもんでしょ。
今のこれこれのポジションが3年ぐらい前の3、4年前の永井先生のポジションだから、そう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 、16号さんよくわかってる。近藤組長はあの逮捕を見逃さないように待機枠だ、ね、日本中の逮捕の瞬間を見逃さないように毎日毎日監視している枠。俺も今日面白かった。今日放送終わった瞬間に枠近藤組長見て、またクマがひどくなっててすげえ笑った。どん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 顔色が悪くなっていっていくって。寝てない、うん、寝てないんだよ全然。すげえ面白いよ、めちゃめちゃ面白い。まあ逮捕近いね。ポン中もう4回捕まってて、出てきたばっかりだね、出てきたばっかり。まあまあまだ泳がせてるんでしょ警察が。もうちょ、もうあと数ヶ月じゃないの。出てきた時は顔色良かったのに。まあ通報入りまくってるだから、入りまくってるだろうから、もう動いてると思うよ。まあ懲役だろうね、累犯だから。長いと思うよ。だから薬は一回手出したらやめらんないでしょ。行かないよ、知り合いじゃないもん。これ店の金持ち逃げなんかしたことないけど、一回も。
ああ、実際そうだろうね。3分の1ぐらいだろうな。枠によるんだろうけど。うるさい。花火師さん、キャスに移動したよね。眠いね。